マルコディバヨは、イタリアローマ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはフォワード。際立っているとは言いがたいフィジカルをカバーするように、スピードに優れ、スペースに出されたパスへ鋭く食らいつく。動き出しの良さ、思い切りの良いシュートが魅力。ポストワークやサイドに流れてのチャンスメイクも、精力的にこなす。SS ラジオの下部組織出身で、1994年に、 セリエへデビューした。同クラブには愛着があり、現役最後はラツオで引退したいと語っていた。その後は、カブリーグのクラブを転々とするが、サレルニターナスポルトで頭角を表すと、1999年にパルマ AC に移籍し、2001から02シーズンには20得点を記録した。2002年にユベントス FC へ移籍し、加入1年目に、 リーグ優勝を果たした。2004年には、同じイタリア人のクラウディオ・ラニエリ監督に誘われ、プリメーラ・ディビシオンのバレンシア CF に移籍。ラニエリ解任後は、出場機会が減少し、AS、モナコに、レンタル移籍した。レンタル期間終了後には、バレンシアに一旦復帰するも、キケ・サンチェス・フローレス監督の戦力構想には入って、おらず移籍を志願した。バレンシアとは、 契約が残っていたものの契約を解除することでフリーになり遺跡金の発生しないフリー遺跡でモナコに復帰することとなった。しかし激しいポジション争いでレギュラーを獲得するまでには至らなかった。2007年1月にセリエ B のジェノア CFC よりオファーを受け、推定遺跡金200万ユーロで2009年までの契約を締結した。 セリエ A 復帰を目指して激しい昇格争いを繰り広げるクラブの切り札として復活が期待され、ジェノアのセリエ A 昇格に貢献した。2008から09シーズンはこのシーズン昇格したボローニャ f c へレンタル移籍。シーズン開幕後からゴールを量産し、得点王争いを繰り広げるも、最終節でズラカン・イブラヒモビッチに1ゴール差をつけられ、リーグ2位に終わった。 しかし24オールは自身最多でボローニャのセリエーザン流に貢献した。この得点数はチーム総得点の半分以上を占めた。32歳にしてシーズン2度のハットトリックを達成し、第16節のトリノ FC 戦、第27節の UC サンプドリア戦ともにチームは勝利している。2012年5月24日、MLS のモントリオールインパクトに移籍。 遺跡金は非公開。2014年10月3日、現役引退を表明した。2001年9月5日に行われたモロッコ戦でイタリア代表デビューした。しかし翌年のワールドカップに出場する代表からは落選し、2006年ドイツワールドカップも戦外に終わった。代表初ゴールは2003年10月11日のアゼルバイジャン戦。 2015年1月21日、古巣であるボローニャ FC のクラブマネージャーに就任することが発表された。ありがとうございます。